戦にしてくれ。せーの。私たちのせいだね。違うぜ、ティファ。何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか。そうだろう。忘れねえ。いいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ。いいか。おい、どこ行くんだよ。物語の分岐点のような場所だ。ここは6番街スラムゲート前。ああ、右側に公園があるんだ。こんなことってマジで落ちやがった。どうなってんだよ。救助はまだなの？ウォールマーケット。映画じゃないんだよな。現実だよ。建設中にも一度あったよ。あれもひどかった。いや、崩落の瞬間大迫力だったけど、こうして見るとあまりにも悲惨だな。ていうか、なんだかんだルードの仕業だぞ、これ。おい、どこに向かってるんだ。エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。
他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め者、この星の正当なる後継者。また守れなかったな。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？なんでもない。急ごう。精神が崩壊するわ。サム。よう。とんでもないことになったな。あんたは無事か？まあな、チョコボが怯えちまって動かねえけどな。本当だよ。こっから見てプレートが一枚ないんだもん。チョコボは出せねえよ。心配ない。待て、事件だってやり過ごそう。信じらんねえ。あいつら何してやがる。仕事だろうな。マリンのことだけ考えろ今はな。こっからちょっと待ってね。あのコルネをさあ、やめとけって。でも行かない方がいいか。コルネオまだいるよね。見つかったか。もっか、屋敷の中を捜索中です。はいはい。あ、マダム。ひどいことになったね。こっちに被害は？七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。砂ぼこりで済んだんだ。ジェシーは支柱にいたんだよな。うん、ビックスもね。二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。助かってはいなさそうだな。よしよし、怖がらなくていいからな。あいつら探しに行かないと。え？俺が探してやらねえと。うん。クラウド、後で付き合え。ああ。崩落現場捜索とか行けるのかな。ここは近道した場所。今行ったってね、仕方ないよね。
ごい地響きだ。着いた着いた。もう五番街だよな。早くマリンに会わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに合わせてる。下敷きになったスラムはどうだった。もう安心できる場所なんて。先ほど7番街のプレートが崩落した模様です。現在隣接するエリアは立ち入り禁止区域に指定され。大丈夫、最終的に落としたのはタークスなんだよ。で、ゾーンはクラウドのことを知ってるはずなんだけど、知らない素振りみたいにしてるのかな。すっごく揺れて、わあ。ビックスがここをよろしくって言ってた。エアリスんちはこっち。あの家だ。マリン！マリン！マリンは？マリンはどこにいる？バレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる。服は、ピンク！今日はピンク！2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。エアリスはそういう取引をしたんだ、ゾンと。マリン、よかった、無事で。エアリスは神羅に行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。
ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。エアリスを安全なところへ、そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない。思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言っても、お客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら、私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だから
もう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろ。セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。なるほど、すぐ新ラビル突撃とかじゃなくて一旦七番街に行ってみるんだ。ああ、なくなってる。瓦礫になってる。